大谷翔平選手は現代野球界に3000と輝く超新星です。この若きスター選手の歴史は日本プロ野球からメジャーリーグへと飛翔する前代未聞の奇跡となりました。2012年ドラフト1位指名を受けた大谷は北海道日本ハムファイターズに入団。投手とし手最速 163km の直球を武器に2016年には21勝を挙げるなど圧倒的な活躍を見せました。しかし打者としても長打力に優れ2年連続で30本塁打を記録するなどに投球の才能を開花させていきます。2018年メジャー移籍を表明した大谷はエンジェルス入団後開幕から相次ぐ本塁打で米国を席巻。投手としても試合に出場し日本人初のメジャーに投球選手として新記録を残しました。しかし翌年には大怪我に見舞われる辛い経験もしました。2020年復活の年を迎えた大谷は打者としては39本塁打投手としても176回を投げるなど二刀流の化け物ぶりを見せつけ MVP とサイ・ヤング賞の2冠に輝きました。2022年も驚異的なパフォーマンスを披露し改めて野球の可能性を切り開く逸材であることを示しています。